面白かったね。次は何に乗ろうか。乗り物もいいけれど、甘味どころで休憩でもどう？あ、そうだね。あっちにフードコートがあるよ。行ってみよう。あら？あのお店の前にいるのは、銀とスミちゃんじゃない？ゆうなさんと東郷さん、ここのジェラートすっごく美味しいんですよ。お二人も休憩ですか？ええ、少し疲れたから甘いものでも食べて休憩しようかと思って。まだ自由行動始まったばっかりなのに、そんなにいろいろ乗ったんですか？まだジェットコースターとお化け屋敷しか入ってないんだけどね。お化け屋敷で予想外に消耗してしまって。そんなに怖かったんですか？ううん、東郷さんのおかげですっごく面白かったよ。ん？入って早々、ゆうなちゃんに背後から近づこうとする不届き者のお化けが現れたの。それでゆうなちゃんに指一本触れさせないために、暗闇の中で精神を研ぎ澄ませすぎてしまって、最後にはお化けが東郷さん怖がって逃げてっちゃったんだよね。そりゃお化けも災難でしたね。さぞかし殺気に満ちていたのでしょうね。これから私たちと一緒に回りませんか？いいの？はい、まずは園内の美味しいものを食べ歩きしようと話していたので、せっかくだからご一緒させてもらおうかしら。やったー、じゃあ早速行きましょう。早く早く。ジェラートの次はポップコーンですよ。わー、いちごにチョコにキャラメル、いろんな味があるんだね。どの味も美味しい。銀、そんなに食べ過ぎては一番の目的のうどん揚げ菓子が入らなくなってしまうわ。うどん揚げ菓子？はい、うどんの生地を油で揚げて作ったチュロスらしいんです。どんな味か気になって楽しみにしていたんです。あ、このお店です。いい匂い。東郷さん、食べてみよう。いただきます。あ、ん？これはうどんなのにカリカリとした食感、揚げ油の香ばしさにニッキの香りがたまらないわね。うどんにこんな楽しみ方があったなんて。わあ、美味しすぎてちょっと食べ過ぎちゃったかも。このまま乗り物に乗るのは体に悪いわ。少し休憩しましょう。でも遊ぶ時間が。じゃあみんなであそこの遊技場で遊ぶのはどうかしら。輪投げに射的にボール当て、面白そう。高得点を取ると景品がもらえるのね。私は隣のウサギちゃんが欲しいな。銀ちゃん、一緒にやってみない？いいですね。じゃあまずは輪投げからチャレンジしましょう。わー、一個も命中しないうちに時間切れだ。じゃあ次は私が。とりゃー、へーい、やー。私も時間切れ。ぬいぐるみ欲しかったのにな。銀、元気を出して。私が取ってみせるわ。精神を集中して。えいっえいっ。あ、すっごい、どんどん入ってく。私もゆうなちゃんのために景品を獲得するわ。えいっえいっ、やっ。東郷さん、すごい、スミちゃんの記録を超えてる。景品も無事獲得できたわ。はい、ありがとう。スミ、これは負けてられないぞ。
そうね、東郷さん、次は別の種目で勝負しませんか？あら、面白そうね。受けて立つわ。じゃあ次はフリースローなんてどうかな。老朽ですね。受けて立ちます。おお、すごいぞスミ、また景品ゲットだ。東郷さんもすごい。これで景品何個目？私が3個、スミちゃんは4個。老朽の勝負はスミちゃんの勝ちね。さすがは東郷さんとスミだな。お腹も落ち着いたことだし、そろそろ乗り物でも乗りに行かないか？ダメよ、まだ勝負がついていないわ。そうね、輪投げは私が、老朽はスミちゃんが勝ったから、今のところ引き分けだものね。ここまで来たからにはきっちり勝敗をつけないと。私は景品いっぱいもらってもう満足なんだけど。私も。でも東郷さんたちがすっきりしたいなら最後まで応援するよ。ありがとう。そういえば射的をやっていなかったわね。勝敗はそれで決めるのはどうかしら。いいですね、受けて立ちます。泣いても笑ってもこれが最終決戦。スミちゃん、心の準備はいい？はい。さっきじゃんけんで決めた通り、私が先行を務めさせてもらうわね。はっ？うわ、マジか、全部命中。さすが東郷さん、過去最高得点だって。ユーナちゃんの応援が勝利へと導いてくれたのよ。一発たりとも失敗は許されない。おい、スミ、顔が怖いぞ。だってここでひるんでしまったら、これまでの勝負が台無しになってしまうわ。精神を統一して。それでは始めさせていただきます。やっ、いいぞスミ、今んとこ全部当たってる。焦らず、慌てず、確実に。残る的はあと一つ。あれ、スミちゃんが固まっちゃった。大丈夫かな。大丈夫か。頑張れスミ、スミなら絶対できるから。銀、そうよね、私ならきっとできる。おお、スミも全部的中だ。この勝負引き分けだね。スミちゃん、見事な集中力で素晴らしかったわ。東郷さんという偉大な目標があったおかげです。けど結局勝敗つかなかったな。お互い最善を尽くせたのだから、今日のところは引き分けでどうかしら。そうですね、お互いの健闘を称えて。ああ、そうだ、引き分けのお祝いにみんなでパーッとジェットコースターでも乗りませんか？賛成。私も賛成なんだけど、この大量の景品はどうしようか。ぬいぐるみにゲーム機にお菓子、持ち歩くには多すぎる量だな。勝負に夢中で考えていなかったわね。そうですね、どうしましょうか。